ミノルタのユニオマットというレンズシャッター式のレンジファインダー機使い方をご紹介したいと思いますミノルタのユニオマットは3種類ありますこれは一番初めに出た初代モデルのユニオマットです1960年ですねですからハイマチックなんかと同じ時期に出たカメラになりますまずフィルム室開け方ですがこの横 ピンです、ね、ここを引っ張ってあげてくださいそうするとポンと開きますのでこれでこちらにフィルムを入れてこちらを差し込んで、えー、巻き上げていただければそれで結構です、はい、で蓋を閉めて戻す時は、えー、手動でピンを戻してあげてください、はい、必ずここしっかり、えー、目視で確認してはまっていることを、はい、しっかり確認してください、はい、で、えー、次にフィルム感度の設定です、はいえー、フィルム感度の設定はこちらサイドになりますね えー、はい、えー、こちらに数値があります、はい、この手前のこのダイヤルを回して設定するんですがこのまま回してしまうとこう設定できませんのでどう設定するかと言いますと手前に引っ張ります、はい、そうすると解放されますので2で奥の数字に合わしてあげれば結構ですはいで、えー、露出の設定なんですけれども、えー、こちらの数値になりますね B から A6 で始まってずっと18まであります、えー、この数値の今 LV 値と言いますはい。えー、露出のです、ね、シャッタースピードと絞り値の組み合わせを数値で表したものなんですけれどもこの LV 値によってあの露出を設定することになりますじゃこの数字をどこで見るかと言いますとこちらの露出計ですねこう回しますと、はい、赤いプレートが動きます はい、その奥にある赤い芯が露出系の芯になりますこれを合わせてあげるんです今ちょうど真ん中ぐらいに来ていますけれどもこれでしたらこう露出を合わせてあげればはいこれで露出合ってますよというふうなことになりますあとは巻き上げてこの先頭のダイヤルですねこれがピントのダイヤルになります、はい、ファインダーのぞきながら二重画像中央の純流画像を合わさせてあげればあとは巻き上げてシャッターを切れば OK と 何もあの電気的なあの仕組みはあの何も中ではありません単体の露出計はここに載ってましてその単体の露出計の指針にこちらのダイヤルで機械的にまあ追伸させてあげるというふうなそういった仕組みになっていますですから露出計があのここの受光素子になるんですけれどもここが使えなくなっても将来的にですね完全フルマニュアルで使えますのでそのようにご理解していただければいいというふうに思います、はい で巻き上げなんですが、えー、こちらなんですけれどもはい非常に深いですはいであの途中までですとこうやって戻ってきますはい、こうやって切れませんのでその際は再度ちょっあ余りの部分を巻き上げてあげるというふうな形 この形で使ってあげればいいというふうに思います。えー、これは分割向かい、あの、2回巻き上げ、ダブルストロークというんですけれども、あえて超えた仕組みになっているんですね。あの、ミノルタのカメラ、えー、この時代からですね、あの、非常にあの、巻き上げ感覚というものを、えー、独自、他のメーカーにはないんですけれども、こだわってきます。えー、どうしてかと言いますと、カメラというものはどうしてもあの、フィルムを巻き上げていくうちに重くなっていくんですね。 えー、そういった意味であの操作感上、えー、もうちょっとなんとかならないものかというふうに考えていくわけですねそうなると、えー、短い角度で巻き上げるよりも、えー、長く角度を持たせた方が、えー、非常に楽に軽く巻き上げれるということになります。でえー 部品への負荷も非常に軽いということになりますね。ただ、えー、他のメーカーのものはそうなっていませんから、まあ人によっては使いにくいということがやはり生じてくるわけですね。先ほどね、巻き上げ切ってないのにシャッターボタンが押せないとかと言って、まあ故障につながるような動作してしまうことにもつながるわけですから、えー、そういうことがないように、このように分割の巻き上げができるように、はい、してるわけですね。でかミノルタのカメラというのはこの時代、あの、 エマチックもそうなんですけれども、ダブルストロークの癖をつけられた方が、あの封印にあのシャッターチャンス逃さないのでいいと思いますね。常にこのようにこう一度巻き上げたら必ずもう一度止まるところ巻き上げる癖をつけておく。 大体、はい、いいファインダーを除いてあのフレーミングされる時が一番集中されると思うんですけれども決まったと思った時にまシちタったボタンが押さえるのが一番ストレスかかりますので、えー、ダブルストロークでも,もう巻き上げるんだという癖をつけておけばストレスなくあの撮影できるというふうに思います、はい、もう撮影が終わりましたらこちらを押していただいてこのクランクですね、はい、矢印ついてますからこちら回していただければ。 はい、それで巻き戻せますので先ほどのようにフィルム室を上げて現像を出してたらたら OK です、はいえー、セーフタイマーはこちらです、はいえー、緑の,あの部分ですねこれを V の方向に持って行ってあげますとセットできますので巻き上げて、はい、シャッター機体はこのように走り出しますので,、はい、で必ずです、ね、この X と M の切り替えスイッチ奥に赤いレバーがありますけれども必ずあの X にしてください M にしますとロックがかかって、えー、このセルフタイマー,、えー絶対に動かないので、えー、ご注意ください M にするとはい入らないですクがかかるんです内側からピンが出てきてあのかからないようになってますので無理にこれで入れると変形してしまいますからちょっと修理が困難になりますの、ね、でご注意ください必ず X にしてセルフタイマーを使うもう使わない場合は M にしてロックかけていただいた方が撮影中 このような操作をしますので、指が当たってあの間違って入ることがないですので、使わなければ M にしておいた方が良いというふうに思います。はい。使い方のコツとして覚えていただければ良いというふうに思います。はい。えー、非常に美しいデザインですね。あの、この時代から先ほど言いましたように、あのミノルタのハイマチックが えー、NASA の目に留まって宇宙機器の受注を、えー、正式に契約しておけることになるんですけれども、えー、そういった意味であのデザインがこういった流線系のデザインのカメラっていうのはちょっと他にないのであの非常に新鮮で、えー、今見てもあのいいなと。 いうふうに私は思います。工業デザイン的にもあの非常に意味があるんじゃないかなというふうに考えています。あの海外でも当時かなり輸出されまして、えー、好評を得たカメラです。モデル3までできましたから、あのよく売れたんですね、はいで。よく誤解されるのは、あのここの受光素子がダメならもう使えないと思われている部分があるんですけれども、あの先ほどのように機械的にあの 合わせるということだけで、電気的に連動しているだけですので、露出系が劣化しているものは、こういった単体の露出系ですね。必ず EV ってありますね。これ LV 値と同じことです。はい。数値が出てますね。はい。この数値とここの数値は同じですから、 はいえー、こういうもので測って EV 値を見て、えー、こう設定してあげればそれで使えますのでそのように使っていただければというふうに思います。はい、この EV 値の、えー、9の以下ですね876と赤字になってますけれどもこれはもう30分の1秒になるのでこれ以下だともうちょっと手,あの手ぶれしますよという警告なので暗いところではそのように理解されて、えー、手文字ではちょっと見送られた方がよろしいかというふうに思います。は,い B は ロックがかかります、はい、ちょっと強めに押してあげてください。それで入ります。はい、巻き上げてシャッターを切れば、はい、バルブがかかりますのでこのようにお使いいただければというふうにいますちょっと力を入れ,て入れていただくだけで入りますので、えー、それであの結構です。はい、レンズは、えー、ミノルタの6コール、えー、45mmF2.8 というレンズがついています。えー、もちろん普通にあのモノクロの

カメラですね、国産のカメラ、たくさんもう日々捨てられていってますがやはり非常に技術力が高いということをこういうカメラ直すために感じることができます。はい、若い方に興味を持っていただければとても嬉しく思います、はい。ミノルタのレンズシャッター式レンジファインダーユニオマットでした。以上です。